現在3位のトップ乙女ピンポン名古屋対現在首位の日本生命レッドエルフの一戦でした。まず第一マッチ、両監督がこのダブルスを取りたいと望んだ第一マッチでした。はい、この最後の、ね、鈴木選手の粘り、あのフォアハンドはよく取りましたよね。この1ゲーム目、ね、取ったのが本当に大きかったと思います。ここまで5連勝中の鈴木梨花、ヤンハンペアのトップ名古屋、一方日本生命はチョンジヒとユモンユという開幕戦以来のペアだったんですね。はい、トップペアを、ね、崩すためにはユモンユ選手を、ね、うん、時差があっても何が何でも聞いていただけなきゃいけないっていうね、はい、村上監督の熱い思いがあったと聞いてましたね。フルゲームの末第一マッチを取ったのはトップ名古屋でした。そして第二マッチはトップ名古屋森田彩音対日本生命レッドエルフ森さくらという、こちらもね、4,5 年ぶりの一戦という、ね、ことになりました。そうですね、序盤は本当にね、うん、一進一退の戦いだったんですけど、はい、もう2ゲーム目ですね、本当に先ほどの森選手の気合を見ても分かるように2ゲーム目がポイントだったと思いますね、はい、3ゲーム目からはもうかなり森選手は攻略しましたね。森田選手のライジングで捉えるタイミングを。第3ゲームは11-2、はい、そして第4ゲームを取って、このゲームは森さくらが取りました。マッチカウント1-1で迎えた第3マッチです。入澤京香と赤江佳穂という17歳と15歳の一戦でした。試合始まる前はですね、入澤選手の一方的な試合になるのかなと、うん、私はちょっと想像していたんですが、思いのほかも赤江選手の思い切りのいい、プレーと、あと鶴田からはイスラバーにね、はい、いち早く順応しましたよね、の最後のこのね、うん、狙いに行った回り込みが入っていたら、うん、赤井選手の勝利になったと思います。はい、素晴らしいデビュー戦でしたね、シングルスの。そうですね、 B リーグシングル戦初出場の赤江でした、はい、まあ、そこに対して井出沢は最終第5ゲーム、はい、10-7から逆転勝ち、はい、なかなか入らなかったフォアハンドを攻め切りましたね最後、素晴らしかったです。これでトップ名古屋が勝利に王手をかけました。第4マッチを迎えましたが、第4マッチも壮絶な戦いでした。はい、手の内を知り尽くす相手同士で、精神的にはね、1、2ゲームを先取したヤンハウ選手がかなり有利かと思ったんですが、さすが底力のあるチョンジヒ選手が盛り返して、はい、もう本当に最後までわからない試合でしたね。何本も超絶なラリーが見られましたね。これは見応えありましたよね。まあ、韓国でダブルスを組んでいるこの両選手の一戦という第4マッチでした。もう本当にヤン選手にとっては嬉しい勝利だったと思います。最後のインタビューでもね、自分の力だけじゃできなかったことだっていうのをね、本当に感謝の気持ちも述べてましたからね。はい、青空のチョンジヒを振り切ってこの第4マッチ、トップ名古屋が取りました。マッチカウント3-1でトップ名古屋ホームでの最終戦勝利で飾っています。